猫と日本語。猫和日语。Cats and Japanese。会話の練習。Conversation practice。昨日ひらがなを習いました。I learned hiragana yesterday。文型の説明はこちらです。概要欄をご覧ください。単語も練習してください。助数詞も練習しましょう。チャンネル登録と、いいね。もうお願いします。I will learn kanji tomorrow. 明日漢字を習います。明日漢字を習います。明日漢字を習います。I learned hiragana yesterday. 昨日ひらがなを習いました。昨日ひらがなを習いました。昨日ひらがなを習いました。I will practice katakana today. 今日カタカナを練習します。今日カタカナを練習します。今日カタカナを練習します。I practiced romaji the day before yesterday. 一昨日ローマ字を練習しました。一昨日ローマ字を練習しました。おとといローマ字を練習しました。Did you read the textbook yesterday? 昨日教科書を読みましたか？昨日教科書を読みましたか？昨日教科書を読みましたか ？Yes, I read it. はい、読みました。はい、読みました。はい。読みました。No, I didn't read it. いいえ、読みませんでした。いいえ、読みませんでした。いいえ、読みませんでした。I didn't read at all. 全然読みませんでした。全然読みませんでした。全然読みませんでした。I didn't read much. あまり読みませんでした。あまり読みませんでした。あまり読みませんでした。Do you write kanji every day? 毎日漢字を書きますか？毎日漢字を書きますか？毎日漢字を書きますか ？Yes, I will write them. はい。書きます。はい、書きます。はい、書きます。No, I won't write them. いいえ、書きません。いいえ、書きません。いいえ、書きません。Do you study grammar every week? 毎週文法を勉強しますか？毎週文法を勉強しますか？毎週文法を勉強しますか ？Yes, I will study. はい、勉強します。はい、勉強します。はい、勉強します。No, I won't study. いいえ、勉強しません。いいえ。勉強しません。いいえ、勉強しません。I looked up words on Tuesday. 火曜日に単語を調べました。火曜日に単語を調べました。火曜日に単語を調べました。I took a Japanese class on May 1st. 5月1日に日本語の授業を受けました。5月1日に日本語の授業を受けました。5月1日に日本語の授業を受けました。I watched Japanese anime in September. 9月に日本のアニメを見ました。9月に日本のアニメを見ました。9月に日本のアニメを見ました。I will practice Japanese listening from Monday to Friday.月曜日から金曜日まで、
日本語のリスニングをします。月曜日から金曜日まで日本語のリスニングをします。月曜日から金曜日まで日本語のリスニングをします。 I will speak with native speakers on weekends. 土日にネイティブと話します。土日にネイティブと話します。土日にネイティブと話します。繰り返し練習しましょう。よくできました。いいねとチャンネル登録をお願いします。さようなら。